はい。皆さん、こんにちは。マンダルグルビジです。では、今回は、アースオブアイアン4、ガンダム1年戦争元ワンヤオ続きをやっていきたいと思います。ジオングね、プレイをしていまして、前回からですね、ついに南米大陸、ジャブロー攻略戦、これを始めています。ここにはですね、ヘルシングの14師団。ここは、精鋭中の精鋭。モビルスーツ部隊をね、多めに配備した、部隊と、あとはシャア。そして、三連星。この部隊をジャブローを攻略に今向かわせているという状態です。さらにダッカ、この航空基地からですね、ガウ攻撃空母100機、これをね、ジャブロー攻略の支援に当たらせているというね、大規模の作戦を今展開中というところになります。では続きを始めていきましょう。やっぱりね、モビルスーツがすごく重要であることは、このハーツオブアイアン4のモッド上でも同じことが言えてですね、モビルスーツのありなしで全然力が変わってくるという状況ですね。で、特に今最新鋭のドムなんですけども、ドム3機で1個のモビルスーツ小隊組んでいて、ここにガイア入れてるんですが、今画面の中に出してますけども、最高速度が100キロ超えてるんですね。さらにガイアの特性として、モビルスーツ、モビルアーマーの移動速度30%のボーナスが得られるので、最高速度がね、本当に104キロ出るっていう、この高速度、高性能、これを活かして一気にジャブローで落としたいというふうに思っています。で、一方シャアの方もですね、強くて、シャアは、なんといってもですね、モビルスーツ、モビルアーマーの移動速度プラス50%、ガイアを超える速さがあるっていうね、そういう移動速度を生かした強襲作戦、これでしっかりジャブローをね、攻略していければいいかなというふうに思っています。では、このまま時間を進めていきます。他の戦線はね、必ずしも状況がいいかというと、そういうわけでもないんですけども、まず北米大陸でいうと、割と順調に進んでまして、ほぼ全域の制圧が完了しつつあると。引いた画面だとこんな感じですね。で、オーストラリアの方もですね、半分ぐらい奪還受けたんですが、もう残りね、上陸してきた敵を壊滅できるというところですね。フィリピンの方が逆に奪われています。で、インド方面も今、優勢に戦いを進めていますね。残っているね、穴が開いているところを確実に、あとは埋めていければ、いいのかなというふうに思っています。ただ、良くないのがアフリカですね。アフリカからは、残念ながら、味方の部隊がね、壊滅するという危機に陥っています。ここはもうしょうがないかなというところですね。モスクワが連邦に奪還されたというバッドニュースですね。なんとかね、ここはうまくしのぎたいなと。で、また足の速いやつがいるな。偵察が十分じゃないのでわからないですけど、モビルスーツの可能性がありますね。こういう足の速い部隊で撹乱されて、しまうとね、あまりいいことがないので、なんとかね、ここは、サクッと、撃退したいな、というところですかね。モビルスーツの数がやっぱり足りてないので、連邦がモビルスーツの、配備を本格的に始めているというのもあって、本当に注意が必要な状況ではあります。で、我々の兵団の方なんですけども、ご覧のようにですね、ザクは、割と余っている。4000機ほど余っているっていう状態なので、これをね、ちょっとうまく、活用していければいいかなというふうに思ってます。なので、この後状況を見てなんですけども、歩兵しかいない師団のところに、ザクと主力戦車、これを、配備していこうかなというふうに思ってます。ここは、生産のね、状況を見ながら見極めていきたいと思います。で、ジャブローに向けてはですね、じわじわと、ガイアの部隊が迫っているという状態ですね。ただ、少しね、軍事工場が稼働していないところもあって、兵站という意味で言うと、足りていないものがいくつか出てきているという状態ですね。まず一番痛いのが歩兵装備。
これがね、マイナスになっているので、まあ、少しずつ数をね、増やしていくために工場の割り当てを増やしているというのと、あと主力戦車ですね。これも少し数が足りていない。まあマゼラトップになると思うんですけども、これもね、数が全然足りていないので、増やしていきたいなと思ってます。で、一方ザクの方は割と数があるので、ザクをね、うまく活用していければいいかなというふうに思ってます。で、国家方針ですが、汎用モビルスーツの高機動化、これが完了しています。で、もうすぐ実はですね、研究学の方も、この高機動型ザクが完了しているという状態なので、いよいよ我々もゲルググを生産するために開発をしていきましょう。で、ここもボーナス使ってですね、半減して78日、まあ2ヶ月半で、これをね、開発していきたいと思います。で、国家方針の方なんですが、ビーム兵器の小型化がもうすぐ終わりますので、これが終わったら次をまた考えていきましょう。ゲルググ開発計画がね、始動ということになっています。で、南米大陸の方もね、ちょっと行き詰まってきていて、テコ入れが必要かなと。いうふうに感じています。で、それ以上に厳しいのが実はですね、インド方面、マドラスの方で、ここ、押し込まれつつあってですね、一時だいぶ、マドラスまで迫っていたんですけども、今、まただいぶ遠ざかってしまっているという状態ですね。連邦もかなりのモビルスーツの手段、部隊数、割いてきているので、ここ、一つ戦いをね、左右する重要な、戦線ということで、ここに部隊を今、増強かけています。ここで少しでもね、部隊を補充優先対応して、なんとか膠着状態を守っていければいいかなというところですね。で、国家方針、ビーム兵器の小型化終わりましたので、実弾兵器の改良を入れておきます。これでビーム兵装も実弾兵装の改良が加わっているというね、いい状態になるかなと思います。いや、これほんといろんなところで包囲戦展開されてて、全くよろしくない状態だな。ガーデムの指揮に問題あるんじゃないのってね、思っちゃうぐらい微妙な状況ですね。ここも包囲戦食らう恐れあるので、手動でちょっと操作を入れて、行きましょうか。回せる部隊があんまりないっていうのもね、ちょっと痛いんですよね。で、エジプト半島には敵の部隊が上陸か。なかなか厳しい状況ですね、これ見てるとね。じゃあ、このエジプト大陸に上陸してきた部隊に対しては、ジョニー・ライデンを派遣しましょう。ジョニー・ライデンがね、うまく。この部隊を排除してくれればいいかなと。で、南米大陸の方に移って、南米大陸の方には、さらに部隊をね、ここぞとばかりに進行していきましょう。ジャブローまで一気に落とせれば、戦局もね、少し好転するかなと思います。では、また時間を進めていきましょう。で、部隊を増強していた、ギリシャ、トルコ、この辺りは戦い優先に進めてますね。まあ、部隊をね、増強した甲斐があったというものと思います。まあ、ただやっぱり、再三お伝えしている通り、インドがよろしくないね。ここなんとかね、ちょっとテコ入れしていかないとまずいかな、というところと、あと思ったより進んでいないのがやっぱり南米ジャブロー。ここが、かなり足が遅いですね。もうこういうね、熱帯雨林のあるジャングル地帯に、そもそもモビルスーツの適性があるのかっていうとね、それはそれでまたちょっと微妙ですもんね。まあ、ただやっぱりドームは、今ちょうど画面、ドームにパンしてますけど、ドームは足が速い速い。これドームがいると、全然使い勝手違ってきますね。このドームの足の速さ。
いや、これすごいぞ、ドムの。ホバー走行の足の速さすごい。これは、なんか、ドムを優先的に、生産ライン増やしたいなって思えるぐらいむちゃくちゃ速いですね。この足の速さがあればね、まあ、いろいろ戦い方の幅が変わってくるのかな、まあ、そう思わせてくれるドムのこの足の速さ。こんだけ足速いと全然変わってくるな。これ一気に3連星をジャブローに突入させましょう。こんだけ足が速いってなると、ね、全然違ってきますよね。今またあのドムにね、パンしていっています。ジャブローに。ドムが突入すると。エジプトの方がちょっとよろしくなさそうだね。カイロが奪還されたというバッドニュース。これ、確認しておきましょう。うわ、確かに奪還されてる。一度カイロまで下がりますか。まあ、ドムの無双ぶりで気持ちよくなってたところなんですが、エジプトの方はよろしくないですね。あ、ドムも訓練レベルが3分の1くらいか。もうちょっとドムが数増えてくると戦いの幅が増えそうですけどね。でまだ画面の上の方、兵士のマークが出てる、今 6.38 メガになってるところですね。まあ、兵士が今すぐ枯渇するっていう状況ではないと思うんですけど、この先、今3ミリオン切ってきたらですね、徴兵制度、まあ、変更、もうちょっとね、兵数増やせるものに変えていこうかなと思います。で、3連星がジャブローを制圧。と言ってね、何かが変わるというわけではなさそうですね。首都がジャブローというわけでもなさそうなので。このまま南米大陸はね、攻略をじゃあ進めていきましょう。ちなみに南米大陸の旨味って何があるかっていうのを確認しとく？あんまりないよな、ゴム。まあでもここにタングステン、あと鉄が少量取れるっていう感じかな。そう考えるとやっぱり一番美味しいのはここなんですよね、ロシア。本当にね、資源豊富で美味しいんですよね。この資源地帯をね、丸々抑えたいな、まあ、そういうところですかね。ここもちょっと部隊数足りてないな、ミンスク。今すぐ部隊を下ろせるのってほぼないので、訓練度が3分の1から4分の1程度。おー、あとはデザートザクが少し下ろせるかな。デザートザク訓練度がまあ少し低いですけど、実戦で積んでもらえますか。ビッターのところに送り込みます。訓練の十分にしないで、まあ、学徒同品に近い形ですよね、もう。では、一旦今回はですね、無事、ジャブローの攻略できましたので、ここまでさせていただいて、まあ、次回はですね、まあ、エジプト、インド、このあたりどう手こ入れをしていくかというのをね、少し考えていきたいというふうに思います。